皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回も年配になる RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、はい、こちらです。もうちょっと今回の動画すごいです。非常に。はい、今回なんですけど、もう今回はね、新しく、ハヤトくんって年配に作りました。プラス、ね、たくさんいろんな年配にの装備を変えましたということで、今回はこんな感じでやってみます。はい。まず紹介します。ハヤトくんです。はい。まあ、ゆうたくんと同じ個体で、同じく出世させました。はい。若干特殊入ってて、まあ、全ては999だったですね。はい。で、一応、マイマイ捕まえさせましたね。ハヤトくんに。はい。これで2段階加速して、まあ、マイマイ、セブンとマスターの勝負で2段階加速して、まあ、全体上級で、完成しても、大丈夫なようにしてる感じです。はい。で、体力も5200って感じです。結構あります。はい。本当は5210かって感じですけど、はい、すみません、990です。こんな感じ。はい。ってな感じで、まあ、やっています。はい。ちょっと待って、話すことまとめてないから、これかぐぐだぐだだけど、はい。で、次なんですけど、やっぱ勝負ですね。まあ、おまかに、まあ、前回とか、まあ、前回っていうか、前の動画とかもう、何回か前の動画とかでも、普通に言ってるけど、装備変えるってなかなか変えてないんで、今回変えました、ね、がっちり。はい。まず、武蔵さんです。武蔵さんを今までは、まあ、白線型にしてたんですけど、今回はね、1回しか打てない感じなんですけど、その代わり、まあ、状態は全部9って感じで、まず今までは、弱くたちが9だったのかな、あとは6とかだったんですけど、全部9にして、ます。で、カオスレックつけて、ゴーストがつけたりしてます。これで、金の子も強いって感じ。はい。そうですね。で、風助さんも、この風助さんにラグシュつけて、まあ、状態以上、プラス9の、そして大体7で、まあ、恐怖 13% です。はい。こんな感じです。あー、戻っちゃった。ごめん。で、次。ノロノロね。まあ、もうこれ、本当にありがとうございます。サッカーさんに教えてもらいました、この装備。なんか強いらしいんで。はい、まあ、この感じ、ちょっと一個が説明するのあれなんですけど。まあ、ザリガニマスクでね、まあ、水耐性でハイドロトンネルとかね、避けつつ、まあ、状態上、プラス9って感じです。プラス9ってか、ここね、服と足ですね。ちょい9ですね、これで。はい。で、なんかまあ、死神仲間つけてゴースとかで、まあ、避けつつ、キノコとか避けつつ、まあ、クリティカルも狙いつつって感じ。で、2回打てる感じにしてます。はい。でも、ゆうたくんは、多分変わってないかな。ほとんど変わってないですね。まあ、今回は、ユメルドラゴンじゃなくて、サガバイバルゴールを使った方にしてます。はい。で、ミルスさんは、エンゼルフライ。変えてますね。これ、そうね。変えてます。こんな感じで、グレートブレートで、まあ、誘惑耐性つけつつ、7つけつつ、まあ、一応カバー役にしてるって感じで、耐性5と6ですね。はい。で、加速つけて、すべて1055です。はい。で、アイタカさん、これはね、名前出していいか分かんないから出さないけど、まあ、とある方のね、装備を参考にしてやってます。クリティカルつけて、ビラマスクで、クリティカルつけて、状態上つけつつ、腕装備で、ビラームで、5人攻撃プラス1回と、攻撃1回プラス1回と、感じですね。で、まあ、巨人の首輪で攻撃力を上げつつ、まあ、攻撃倍率も上げるという感じですね。で足の背中で、まあ、状態上プラス3。で、足で、巨人の足で、小林くんも40%つけつつ、耐えるって感じですね。はい。ってな感じで、今回はね、こんな感じやっていきます。ほんとガチガチに変えて、結構ね、ライブやったんですけど、ライブでもね、結構、視聴者さんのね、コメントもらったりして、まあ、かなりね、しっかりとパーティー組めたので、パーティー組んでね、装備とかもしっかりしたので、今回はね、勝ってきたので、素早くやって、はい。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きます。さあ行きましょう。キリンさんです。お願いします。はい。いやー、これ勝ったからめっちゃパーティー変えたんで、これ勝ってきたよね、しっかり。絶対勝つぞ。めっちゃガチガチにしたし、しっかり装備考えたし、勝ちたい。頑張っていきましょう。さあ、5ヘブン。おぉ。あれ、高い。うわー。何でしょう。さあ、行きます。まずは力で行って、オッケー。あ、いいんじゃないか、マジか。大丈夫です。武蔵さんがね、動いたんで。あ、5ヘブンの方が、すべさ、低いかな、ほんのよ。すべさ、あれか。負けたけど、すべさ、武蔵さん。やべ。運が悪い。いや、マジか。ちょっと運が悪いか。どうする?じゃあこれ微妙かな。あ、ちょ、マジか。うわ、運悪くないっすね。恐怖、あ、服が勝っちゃうんだよな。恐怖かかったわ。運が悪い。いや、運が悪いぞ、これ。いや、運が悪いがすぐ、やばい。まさかの運が悪い。結構、ピンチ。やばいな。ナイスです。
で今回カバイク5人だと思うんで、カバイク5人だと思うんで5人なんで大丈夫でしょうって感じなんですけど、はい、なんかねしっかり勝ちたいよ。ちょっと運が悪かったな、ちょっと待って、ちょっと復活、さあ、なるほど、 OK、最速下げて復活、よしよし、やばい、危ねえ、危ねえ、怖え、いや、貫通か、さあ、お前早いとこ勝ってない、でかいでかいぞ、よし、下がってくれて、よし、前前だからね、ここへ、千尋さんの代わりみたいな感じですよ、別に千尋さんの前前に感じみたいな感じ、前前にしたみたいな感じですよ、はい、そんな感じだったんです。いやいやか、まあ、しゃあないな、前は攻めたいんだよな、よっしゃ、さあ、しっかり当てていこう、何か、復活か、復活じゃない、復活か、いや、貫通しちゃうか、貫通しないでしょ、でもない、意味がない、これじゃ、さあ、どうだろう、さあ、どうだかな、誰か、エンゼルがやばいな、え、待って、なんか悪いな、なんだろう、貫通マジか、うわ、いた、うわー、復活さまマジか、やばいやばい、いや、ダメだ、復活じゃない、いや、これまずいぞ、え、待って、やばいって、運が悪い、運が悪い、運が悪いしか言ってない、やばい、運がマジで悪い、うわー、うわー、やばいっすな、いや、マジやばいな、これ、なんで、なんでこうなった、なんでこうなった、甘いのか、貫通マジか、貫通するか、痛いね、よし、よし、来たんじゃん、甘いのか、復活落として、よし、耐えるか、甘いのか、やばいな、これ結構怖い、なんでこんなピンチになったのってぐらいやばいけど、なんでこうなっちゃった、やばくないか、復活、復活、やめ、何の復活か、やばい、どうだろう、よし、でかい、でかい、オッケー、でかい、これでかい、よし、行くぜ、これで、よし、ここから勝ってたよな、さあ、行きます。違う、ノルノルいこうかな。ノルノルいくわ。はい、OK。ボイル。しゃない。もう仕方ない。はい、そうだけど。ダメか。ナイス、ナイス。ナイス、ナイスか。どうだろう。どういうこと？やれるか。ギリやれんな、カリさんなら。これ痛いな、カリさん。やっぱり。やつこい。やつこい。ナイスで、オッケー。いや、貫通、マジ、貫通？なんで？謎貫通？なんで？2回貫通。もうどうした？よし、貫通、ナイス、やばい。ちょ、ちょ、ね。それはやばい。それはやばい。なんで、なんでせっかく貫通したのに止まんねえんだよ。なんでそれ。もうエム悪いよ、エンジェル。なんでカバー、なんでカンツ止まらないんだよ。してみないと待ってよ。あー、エタカさん。え、カンツ嘘だろ？ナウスケさんが、まだいい。よくはないか。よし、カンツ。下げます、しっかり。でかい、オッケー。耐えちゃうけど。ナイス。勝つか。痛いな、よし、よし、よし、オッケー、オッケー、ここからじゃあ、やたかさん回復したいですね、これちょっと回復したいな、回復したいの怖い、よし、まい、
たね。やばい、やかも。昔もやめました。アイストレーの命でしかやつを発信するだけで。まあ、最悪か。感じきた、オッケー。来たぞ。よし、来た、でかい。よし、でかい、これでかい、だいぶでかい。いけるいける。いやいや、でもまだ怖がんないから、やらなきゃいけないぞ。いや、していただけない。あ、やるか、マジかい。怖いっすね、まだ。油断できないっすね、俺。全然。貫通か、あんまり意味ない気もする。落とした、OK。センゼルライ。ですけど、これってどうなんだろう、センゼルライ。これ止まったのか、OK、どうなの。これで止まったかな。どうでしょうか。よし。さあ、復活。あ、外した。うわ、マジか。あれ外して、なんで今、一回攻撃した方がいいじゃん。あれノルノル確か2回来てるんだな。よくわからん。なんでまあ、いいや。よくわからない。なんでいやいや。いやいや。いや、ノルノル撃つか、これ。いや。回復狙おう。じゃあ、あいつがさんで回復して、あやみさんで回復。あやみさんで復活。はい。よし。はい。やべ怖い。もうこっち貫通ありでかいよ、これ。オッケー。いや、オッケーでもないか。あ、でも、あ、ミシャンのか。それじゃない。センゼルだよ。いや、ミシャンでかいな、これ。結構。回復点は取れるぞ、これ。ワンちゃん、復活って言うないし。やばい。ピンチ。貫通ナイス。でもね、なんでだよ。はい、そうだよ。やれんか。もうやばい。なんで止まんないベンチみたいな感じしてんの、なんで。おお、ナイスナイスナイス。え、よ、勝ったか。え、もう来たね。頼む。やれんか。回復、OK。危ねえ。あ、ごめん。ごめんごめん。勘違いした。ドロドロは、死神の子だが、つけてないか。あの、声つけてます。やめです。変なことしちゃった。ごめんなさい。練習だとしてるから。まあ、いいや、OK。最後勝負、返して。さあ、まいまい。この前の役に立つね、やっぱ。やっぱ強い、まいまい。いいね。OK。貫通か。アイスソンネード。エンゼルナイト。さあ、勝ちたい、頑張って勝ちたい。ここである。正直言って。勝ちたいね。回復か。まくるよね。ナイスね。動いたね。敵がさないとまないらしいな。ああ、嘘だな。さまないか。怖いな。敵がさ、たまな。うん。嘘だな。まつらいかな。ナイスナイスナイス、強い。これが強い。いや、これが強い。強い。ナイス。マジナイス。おお、強い。ナイス。オッケーオッケー。よし、でかい。いける。頑張ろう。でも、チェンジ打てんか、もう、残り。いやー、ゆうたくん打てんじゃん、全部。どこ痛いか。ちょっと。ダメージさん復活。それぞれ落ちてる。やばい。まあ、これはいいや。早く寝ろ。うん、まあ、これが無理か。あ、ちょっと、ちょっと。まあ、ゆうたくん頑張りにしよう。はい。バイバイ、OK。さあ、まあいい。うわ、でもさ、同じ戦法なんだよ。同じ戦法繰り返しだけなんだよ。いっちゃえば。やれた。まあ、まあ、いいだけやれてみるか。打ってるし、全然。これで、すけさんだけ頑張ってもいいかい。
あー、それか。何する？何する？よし。OK。アイス止めるパッツ。恐怖ナイス。恐怖ナイスだね。ユースケさんがここで恐怖が活躍してきたね。強い。ナイス。おお、強い。ナイス。でかい。でけえ。よし、行きましょう。行けるかな。あ、相手こっちがもう来るかな。行けるかな。怖いな。ワンちゃん行くか。相手さん結構前のカバー率だね。あちらの見て。いやあ、毎回これ起動して打ちまくるんです。やばい、強い。マジで強い。よし。いやー、エンゼルか。ここに来てエンゼルか。いやー、死にたい。よし、ビキレ、オッケー。エンゼル。ナイス。まだ出るか、オッケー。いや、完成、マジか。あー。受けたか。うわ、マジか。ここに来て結構痛いぞ。痛くもないけど、もう、ベースとして勝ってんじゃない。どうだろう。ベース系に勝ってことね、よし、そこから。ナイス。さあ、復活していこう。そろそろ白が来ると思うんで、しっかり決めていきたい。うわ、マジか。耐える耐える、オッケー。おっ、そこ7人だか耐えるのか、でかい。これがね、やっぱ解除の強いとこ。解除耐えれるんだね、やっぱ7人で。ほんと。やられてたけど。最低か、連続で。やられた。エンゼルか、うわー、マジか。エンゼルが来ました。まだ打てるか、うわー、怖い。結構怖いな。止まっちゃうか。やばいわ。なんか最後に逆転されたらクリアだよ、これ。途中で眠る状態じゃん、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 大丈夫。危ねー。あ、食ってくれない。うわ、ここに来て。え、ここに来て、マジで。あ、大丈夫っしょ。え、負けた。え、マジか。負けた。マジか。対戦ありました。え、マジか。はい、ってことでいかがだったでしょうか。いかがで、キリンさんとまあ対戦してみたんですけども、え、まさかの負けるという。勝ったと思ったんだけどな、この試合は。え、なんでダメージ的に負けてんの、これ。ちょっと悲しくない、ちょっと。マジかよーって感じです。はい。まあでもね、ちょっと、装備変えて、さすがに、前より明らかに強くなったと思うんで、まあ今回勝っていきたいと思います。頑張って、負けたのは悔しいです、今回。はい。はい、では、こんな感じ、今回こんな感じで終わります。はい、それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。